エイブルトン認定トレーナーのアンキームです。今日の話はこちら、プッシュ編で、基本セットアップ、こういう話をちょっとしておこうかと思います。Tips というよりは完全設定的な話になるんですが、大事なことも含んでいるので最後まで見ていただければいいかなと思います。まずセットアップ、このプッシュの右上、ここにセットアップというボタンがあるのでこれを押します。そうするとセットアップ画面が表示されます。セットアップというか、基本設定だと思ってください。で、基本セットアップ、このいろいろ項目があるんですが、それについては、公式マニュアルを読んだ方がおそらく早いかなと思うので、ここにリンク、書いてます。動画、概要欄、説明欄にもこのリンク貼っておくので、勉強したい方はこちらの方ちょっと読んでもらえばいいかなと思います。そうは言ってもですね、ここで終わるわけにいかないんで、軽く説明をしておきます。まず、デュプリケート、ニュー、アップ、ダウンボタンの調整。これをするのがワークフローという項目です。プッシュ2のディスプレイで見ると、ここですね。今、シーンになってますが、このつまみを変えると、クリップという表示にもなります。デフォルトはシーンになっています。ここのボタンによって、ここの項目によって何が変わるかというと、デュプリケートボタンとニューボタン、アップ、今ちょっとアップだけになってますけど、アップ、ダウン、ここのボタンの調整ができるようになります。これによって何が変わるのかというとですね、ちょっと入り組んだ話になって、シーンですね、セッションビューにおけるここの動作、動きが変わってくるという話なので、これはこれでまたちょっと別動画作って説明する予定ですが、基本的にはこのシーンにしておけばやりやすいかなと思います。やりやすいというのは制作においてですね、はやりやすいかなと思います。もし DJ だったりライブパフォーマンスというの方においては、このクリップの方が都合がいい場合も出てくるかもしれません。まず逆を言うと、これ不都合を感じない限りシーンにしておけば、特に問題ないかなと思います。で、次ですね。明るさを調整するためのつまみが2つあります。ディスプレイライトと LED ブライトです。プッシュの画面で言うと、これですね。ディスプレイライトと LED ブライトです。これはもう単純ですね。ディスプレイライトというのは、ここを暗くすると、このディスプレイ画面が暗くなります。明るくすると、明るくなります。これだけですね。デフォルトだと多分100になっていると思います。次、LED ブライトです。これはディスプレイではなくて、他のボタンにおけるボタンとか、こっちの方のディスプレイ以外の明るさですね。こうつまみを暗くすると、クリップだったり、こちらのボタン、普通の操作用のボタンもすべて暗くなります。明るくすれば OK ですね。これもデフォルトだと100になっていると思います。で、次に、パッドの感度調整。これがおそらく一番重要というか、やるべき、やった方がいい人が少なくないんじゃないかなという思うところです。つまみがですね、まず3つあります。プッシュの画面で言うと、パッドセンシティビティ、パッドゲイン、パッドダイナミクス。この3つがあります。単純に指でパッドを叩いたとき、これですね、この時指の力が弱い強いというのは個人差があると思います。叩く力が一生懸命やってるつもりなんだけれども、どうしても弱くなってしまう。力を抜いてるつもりなんだけれども、どうしても強くしてしまうという人がいると思います。で、これなんでそれが必要かというと、もともとそのプッシュのこのパッド部分はですね、いわゆるタッチレスポンスがついてますね。弱く押すと弱く音が鳴って、強く押すと強く音が鳴ります。これを、調整するためのパラメーターになりますね。でこれそれぞれ細かい行動ができるんですが、それは設定、公式マニュアルをちょっと読んでもらった方が多分分かりいいと思うので、ここではこういうふうに思っておいてください。指の力が弱い人、どうしても力一生懸命叩いてるつもりなんだけど音が小さいっていう人は、全体このパラメータ全体をちょっと上げてみてください。例えば完全マックスにしてみますね。そうすると指の力が弱くても強い音が出ます。これさっきと同じぐらい相当してるんですが強い音が出ます。逆に指の力が強すぎて困ってるっていう人も中にはいるかもしれませんので、その話をしておくと、それは全体を下げてみてください。そうすると一生懸命叩いても強い音が出にくくなります。全く出ないわけではないんですがさっき強い音が出たのと同じぐらいの音、強さで叩いても力で叩いても出る音が弱くなるということですね。000にしましょう。これですね。一生懸命やっても、力が弱いと。もう一回やってみますね。全部マックスにしてみます。たださっき一生懸命叩いたぐらいの力で叩くとこれぐらいの音量が出て、弱く叩いてもこんぐらいの音が出ます。ミニマムにすると一生懸命叩いてもこんな感じ、弱く叩いたらこんな感じですね。まあ全体のその振り幅、力の感度の感じ方、プッシュのパッドの感じ方の幅を狭めたりとか広げたりっていうパラメータも入ってるので、例えば1から10の力で指の力がコントロールできるとしても、1で出しても1で叩いても10に感じてもらう、パッドに10で感じてもらうっていう設定もできますし、10で叩いても1で感じてもらうっていう設定もできます。あるいは2から8の部分を1あるいは10に振ってしまうという設定にもなっているので、することもできるので、その辺はそれぞれ指の力あるいは音楽的なものですね、もう全部フルでベロシティでフルのマックスの音量で叩いて、OK って音楽ジャンルの方もいらっしゃるでしょうし、もう指の力にもう非常にセンシティブに反応してほしいという方もいらっしゃると思います。それはここでちょっと調整してみてください。ちなみにおすすめはやっぱデフォルトかなと思います。デフォルトは555ですねのはずになってね、555になってるはずです。その方が例えば指の力を弱く強く弱く、だいたい強くもなく弱くもなくぐらいなのを聞いてみる、叩いてみると、それがそのままライブに伝わるよということになりますね。単純に打ち込みでしか使わない、でも打ち込みにもやっぱり気持ちを込めたいなんていう時には、ここのパッドホニャララのボタン3つ、この3兄弟をうまく使って自分の指の力と相談しながら設定してみるといいかなと思います。で今日ここまでですね。今日もあんまり Tips っぽい話してませんが、今日ここまでになります。プッシュ編基本セットアップについての話でした。良い音楽ライフを